はい、こちらね、龍の卵ということで、こちらですね、なんとこれだけで10個でですね、値段が、まあ、400円ぐらいする卵です、これ。はい、まあまあ高い卵ですね。ですね、こちらね、まあいろんなこと書いております。なんかね、はい、まあこういうことです。読んでいただいたらあります。あとですね、こちらね、まあ、10個入ってるんですけどね、ちゃんとすごい肉です、これ。どうですか、じゃーん、こんな色です。色がね、完全にあの茶色ですね。こっちね、ダムからのお願いということでね、なんかお願いされてます。はい、こんな感じでねお願いされようかなということで、今回ですね、ちょっとね、卵を比較してみようと思います。普通の卵とね、どう違うのか。これ、こっちがね、かなりもう高い卵です。でね、こちらですね、これ普通のね、スーパーで売ってる、まあ1個、まあ1個とか10個でね、200円ぐらいの卵です。こちらだいたいね、400円ぐらいの卵ですね。398円かな。はい、ちょっとね、割って比較してみたいと思いますので、ね、ちょっと割ってみましょう。まずですね、この普通の卵、これね、同じお皿でね、やってみたいと思います。白い方いきます。はい、まあ、こんな感じですね。綺麗けどね。綺麗です。はい。次にですね、こちら。どれか1個。セレクトして。ちょっと小さめ、同じぐらいの大きさのでいってみたいと思います。はい、おぉ、すごい、やばいね、違う。これね、見比べてみたら分かりますね。もうね、こんな感じです。はい、龍の卵です、これね。はい、すごいですね。というわけでね、こちらね、こんな感じになりました。はい、というわけでね、まあ味の方ですけどね、ちょっとね、ね、卵かけご飯にしてね、食べてみようかと思いますのでね、お願いします。はい、というわけでね、この卵ね、こちらご飯ね、これ炊きたての卵です。炊きたてのご飯です。これね、卵じゃなくてご飯ですね。じゃあ入れてみたいと思いますんでね、ジャバッとこんな感じでね、はい、入れてみました。じゃあちょっとね、混ぜてみます。もう早速ね、うわー、赤い。キムチみたい。すごいですね。もう色が全然違います。卵じゃないみたいな感じ。じゃあちょっとね、いただきますね。これね、こんな色です。全然色が違いますね。普通の卵じゃないとね。何も醤油もね、何もかけずにね、食べてみたいと思います。うん、うまい、うまいです。ほんとね、濃いです。結構濃厚、うん、濃厚でもないですね。うん、うん、ご飯が熱いご飯が熱い、美味しいです。でもね、ほんとにちょっと醤油垂らした方が美味しいかな、うん、いうぐらいのね、うん、垂らしてみて。うん、美味しい。でもね、美味しいです、うん、うん、入れすぎた、ドバッといきましたね。はい、じゃあ行きましょう。お、ちょうどいい、美味しいです、これ。ね、結構ね、味も濃厚でね、まあまあ濃厚、まあまあ濃厚です。さっき濃厚じゃないですよね、やっぱり濃厚ですね。はい、うん、美味しいです。ほんとね、本来の卵の味でしょうね、これね。なんかどう言ってんでしょう、こう薬品的な味も何もない、本当にね、純粋な卵。うん、うん、ぜひですね、この龍の卵、うん、食べてみてください。それではこちらね、龍の卵のレビューでした。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにですね、ちょっと番外編としまして、こちらのね、普通で市販で売ってる卵、こちらちょっとかけてね、食べてみたいと思います。はい、ご飯はね、もう炊きたてのご飯でね、条件は一緒です。で、ちょっとね、混ぜてね、食べてみましょう。まずそのまま食べてみてください。醤油かけないで、はい、色はね、やっぱ違いますね。薄いです、色は薄いです。じゃあいただきます。味薄いうん、もっと薄い、味薄い、もっと薄いです。うん、卵の味しない。うん、淡白な感じ。うん、ほんと淡白な感じです、うん、これ醤油かけないと食べれない。さっきのやつはね、
あの醤油かけなくてもね十分食べれるレベルのね味だったんですけど、これはね醤油をちょっとかけないと味が出てこないです。うんうん、まあ醤油かけさっきのやつ食べたからね余計にあのちょっと残念な味になっちゃってるんですけど、まあこれも別に美味しくないことはないんですよ。美味しいんですよ、美味しいんですけども、やっぱりねあの龍の卵を食べるとこれなかなか厳しいです。うんうん、あのまあどっちかというと本当ね淡白なあのすぐに味が消えてしまう感じのねあのまあ言うたら卵ご飯になってしまってます。あの龍の卵ね、あのぜひね食べてみてください。ありがとうございます。